秋の G1 シリーズの開幕は超高速の戦い、現役のスピード自慢が一堂に会してのスプリンターズステークスです。スタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。ワンスリーナムリビューシア、競り合うように出ていきます。内に並んでフェインポイフェイ、外から差がなく黄色い帽子ビッグアーサー、外からファインニードル、内の方ダイアナヘイロー、その外にシューギー、続いています。そのうちにメランダーナ、さあ先行集団が接近してきました。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はワンスリーナムリビューシア、ピタリと2番手追走、そして間からブリザード、さらに外から9番メランダーナ、ラインミーティア、差を詰めてきた。さらに外から14番メロ、各馬第4コーナーを回りました。ワンスインナメン、わずかに先頭、後続も差を詰めてきている。先頭はワンスインナメン、外の方からセインポンセイ、先頭はワンスインナメン、2番手はセインポンセイ、大混戦、わずかにレッドパルクス並んで一斉にゴールイン。セインポンセイ、レッドパルクス、ワンスインナメン、3頭体勢微妙です。勝ちタイムは1分7秒1。ゴール前接戦になりました。